衛費 2% という数字が一人歩きしていますが、日本は防衛費 1% という世界でも低い状態です。近年、中国の脅威が増中、日本もまた防衛費を世界基準の 2% へ引き上げが必要に迫られています。今回は F-35 戦闘機の調達資金を増額したことを詳しく見ていきます。現在の日本の状況を考えると、変化せざる負けない状況に変わってきています。防衛費を増額していかないと、数年で手遅れになることになります。どう考えますか？2021年も中盤を過ぎて秋が訪れている中、防衛省が未来の航空自衛隊の主力戦闘機として取得を進めているのは、米国ロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2だ。空自は通常の陸上滑走路で運用する A 型102機、短距離、垂直着陸が可能で護衛艦、いずも、加賀、等の艦載機として運用する B 型45機を調達する計画がある。空自の A、B 型総数は147機となる予定であり、これは本国アメリカを除いて世界最多機体数となり、先進の F-35 ライトニング2を確保することで航空優位を進めようとしている姿勢の表れとも言える。日本政府としては2019年4月から2024年3月までの直近5カ年分を31機中期防衛力整備計画として位置づけており、防衛力増強の基本戦略を2018年12月に閣議決定を行い推進している現状である。この31機中期合計では F-35 ライトニング26機分を650億円で予算計上した2021年度に比して、2022年度は A、B 型合計10機約1000億円と 1.5 倍以上の予算割り当てを行う方針だと発表した。これにより31機中期合計の総数では F-35 ライトニング 2A 型が過去3年間で13機から27機へ、 B 型が8機から18機まで増加することとなり、 A 型が青森の三沢基地以外への配備拡大も現実化するのも遠い話ではない。日本メディアによると、次に F-35 ライトニング 2A 型の予定配備先は石川県の小松基地になる見込みで、現在配備中の F-15J イーグルとの代替が行われるそうだ。小松基地は前述したように日本海側唯一の戦闘機部隊が配備された基地であるため、現状は F-15 イーグルによるスクランブル発進への対応も担っているが、これをそのままへ F-35 ライトニング2に引き継がせるのかも注目していきたい。また短距離垂直着陸を可能にした B タイプは、それを艦載機とする予定の護衛艦加賀が広島県の5基地を母港としていることや、現在のところ整備計画の進む鹿児島県の馬毛島に近いことから、宮崎県のニュータバル基地への配備が有力視されている。防衛省側からすれば、中国海軍による南シナ海、東シナ海方面への進出、つまり九州沖縄、台湾フィリピンへと続く第一列島線内の制空権、制海権の確立を抑制する目的でやっているように見える。1900年代初頭まで航空自衛隊の主力戦闘機だった F-15J イーグルは、当時の第4世代戦闘機と呼称されていて、実際の飛撃墜数は0機と、まさに世界最高レベルの星空戦闘機として君臨していたという話だ。しかし、中国が急速な経済発展をして、軍備強化を驚異的な速度で行った結果、これら第4世代戦闘機を含む航空戦力の数や、中長距離向けの地対地ミサイルの配備によって、日本の軍事的能力は
相対的に低下してきている現状だ。日中の軍事力の差を補うものが F-35 ライトニング2の A 型、B 型などの高度なステルス性能で敵に探知されずに敵の攻撃範囲外から脅威の排除をしようという我が国の自衛隊新戦略である。湾岸戦争やイラク戦争等の中東地域での戦闘を見ても、友軍同士で取得したデータを共有し効果的な攻撃を行うデータリンクを基盤とした戦術は成功を収めている。これらの戦闘は単純に米軍が最新兵器と戦術を駆使する中で、相手側はそうした統制の取れた体系的な反撃を行うことができず、いわば一方的な非対称戦果のように兵器単体のテクノロジーの前に完敗したとも言える。これと比較すれば、中国軍は同様の戦力間データリンク統合を進めており、湾岸戦争やイラク戦争で見られたような一方的な敗北を期待することは非常にリスクを伴う希望的観測と言わざるを得ない。近代戦闘では精密な誘導兵器やデータリンク精度の向上からフル装備の正規軍同士が実戦闘を突発的に起こす可能性は低下してきているというのが実情である。もちろん日本側としても他国軍隊が実戦経験を蓄積継続できていないこと、中国軍についてもこうした傾向から脱することはできず、装備した兵器を前面に打ち出す行為で相手の戦意喪失を画策するしかないのだ。それでも明らかに戦力的に劣る相手に対しては局地的な軍事力行使の可能性もあるかもしれないが、無論圧倒的な勝利を収められる前提がなければ、たとえ中国とはいえ積極的な武力行使をするとは考えられない。中国に対抗する上で非常に厄介なのは、戦闘機や護衛艦、潜水艦などが単体での性能や搭載する兵装面で多少上回っていたとしても、それは本質だけであり圧倒的な相対戦闘力にはかなわないという点だ。戦史的観点で見れば、第二次世界大戦時のドイツ等一時的に質的には敵を上回る兵器を投入しても消耗大だった同大戦では、それらが戦局を覆すような位置に到達することはなかった。やはり日本にとって中国が持つ最大の脅威は複数ある中長距離用の地対地ミサイルの配備であり、これを無効化するための対地攻撃兵装の拡充を急ぐべきある。しかし自衛隊に課せられた憲法上の制約、つまり攻撃的兵器に該当する恐れがあるとして、一部の野党を中心に導入へのハードルが政治的にも困難な状況にある。日本政府自体も野党からの批判と憲法上の自衛隊の専守防衛の枠組みへの対処からか、長距離攻撃が可能な兵器をスタンドオフミサイルと表現して既成事実化と配備を進めようとしている。ちなみに陸上自衛隊が保有している12式地対地誘導弾にはさらなる超射程化の研究予算が付与されており、現行の射程距離 200km だったものが 900km、 そして 1500km と延伸させると同時に航空機搭載も考えられている。そもそも尖閣諸島などの南西諸島の防衛策を旧ソ連が崩壊したことによって、北海道を中心に展開していた陸上自衛隊の組織的な存亡をかけて、同地域が中国に狙われていると主張する反対論も数多く聞かれるが、全くなデマとしか思えない。このような反対論者に対して、現状で取り得る有効な政策とは何なのか、軍事のみならず、
政治面も含めて実効的な代替案を国民に明示してほしいものである。アメリカは同盟国に中長距離ミサイルを配備の方向で方針を決定している。日本もまた中長距離ミサイルを配備し始めているが、韓国はどうするのか。レッドチームですからね。